中国広東省の大学生2人が最近、深圳市の人民代表に立候補。大学キャンパス内でアピールを始めました。選挙に立候補した目的は、もっと多くの人が自分の権利を勝ち取ってほしいからだといいます。深圳大学の坊さんと梁さんは25日昼、キャンパス内で選挙活動を展開。多くの学生らが好奇心で足を止めました。選挙に出る目的は、もっと多くの人が自分の権利を勝ち取り、再び剥奪されないためだそうです。みんなが勝ち取ってこそ、62年間続いたあの高い壁を取り壊すことができると主張。理科学院の独立候補者、梁さんは、拡声器を持って自分の理想を述べます。同時に、憲法に定められた中国国民の権益を訴えます。两个大学生除了参选人代表是非常值得庆贺的事情。通政道路啊，不是去当公务员呐、啊，那公务员是当官僚啊。我这个大学生通政的道路啊，就应该从啊选举人大代表开始。我祝他成功，即使不成功，也能学到很多很多原来不知道的东西。因为中国60年来啊没有中选制度。文化学院の独立候補者坊さんのパネルにはこう書かれています。人民代表に代表されることを拒否する。自分の権利を勝ち取ろう。冒頭の不渡り手形を取り戻そう。どうして支持が必要なのか、選挙に馴染みのない学生らの質問に対し、坊さんはこう言います。お互い知らなかったあなたの一票により、私が当選したら、私はあなたたちの味方となります。新唐人テレビがお伝えしました。